セベルスターリは、ロシアボログダ州、チェレポ別に本社がある、鉄鋼関連企業で、ロシア最大の鉄鋼企業である。セベルスターリは、ロシアボログダ州、チェレポ別に本社がある、鉄鋼関連企業で、ロシア最大の鉄鋼企業である。ロシア語で、セベルは、北、スターリは、鋼鉄の意味である。セベルスターリの遠隔は次の通り。2006年には、 西欧の鉄鋼企業であるアルセロールとの合併の話はあったが、これは実らず、アルセロールはインドのミッタルスチールと合併して、アルセロールミッタルとなった。会社はロシア製鉄部門、資源部門、国際部門に分かれている。ロシア製鉄部門には、製鉄以外に交換製造所などもある。資源部門では、石炭、鉄鉱石などを扱っている。 国際部門は2008年から、米国のディアボーン、スパローズポイント、ホイーリング、ウォレンなどの製鉄所を買収して運営してきたが、2014年にはディアボーンを AK スチールホールディングへ売却している。セベルスターリの株式は、モスクワのロシア取引システムに上場しており、また、ロンドン証券取引所でも GDR の形で取引されている。 ロシアの新興財閥であるアレクセイ・モルダショフが会長で株式の大半を握っている。2008年には世界での従業員数は9万2000人、総売上は224億米ドルであったと発表している。ありがとうございます。